や普通にあれだな、女の子ときたかったな。アメコズなんですけど、スノボに来ました、まあ、というのもね、ソータが結構スノボが好きで、そうなのよ、ことあるごとにスノボスノボと企画書き出すわけですよ。面白くないからね、スノボ V の。あと企画にしにくい、やっぱその滑ってる状況があるから、うん、っていうので、まあ逃げてきたんですけど、俺らもまあちょっと1回ぐらいはね、年に行きたいなということで今回スノボに来ました。でも実際のところスノボみんな結構行ったことある。俺はまだね、2、3回目ぐらい。あ、そうなんだ。ほぼだからやったことがない。よろずは俺も6回ぐらいかな。5回ぐらいかなね、だいたい6回かなの場合は6回、結構覚えてるやつ。じゃあ覚えてるぐらいじゃなく6回だし、6回だしケニーは俺は片手で収まるぐらいかな。おしゃれやな、言い方。まあ、5回ぐらい経験人数みたいな感じ別に少ないことがいいことでもないし。で、お前は結構行ってるわけよな。俺はまあ、そうだね、30回ぐらいはある。あー、うん、だからソータは割とできると。だからソータにも教えてもらうみたいな感じになるのかな。あ、無理、俺らはヘルニアだもんじゃあどうしようもないやん俺らどうすりゃいいわけ。で、まあスノボの良くないところはね、こういうやつが無慈悲に一人行動し始めたら終わりなんですよ。ああね、最初は教えますと言っときながら、だから滑れないやつをちゃんと置いてくる、こういうやつって。だから女の子みたいなやつ買ってほしい。ああ、女も置いてきますすごいえ、今日どんなモチベですごい滑るつもり。まあ今回 Vlog ということで、みんなも一緒に遊ぶっていう感覚で見てほしいかな。はいはい、大学生の冬休みです。いや、そうや。スノボのいいところはその後の温泉とかそういうところの良さはあるから。で、今日の一番楽しみはスキー後の温泉なんよ。ああ、俺麻雀だな。まあスキー後の手がかじかみつつやる麻雀だ。まあてなわけでね、本当にそうだね、教えてほしいわ基本的なものを。教えとかないんちゃう。お前そのさ、保険犯のやめろ。そうやってこれどうせ動画の前でさ、ノーリーがオーリーとかするんでしょ。うわ、するわこいつ。ノーリーがオーリーやばい。ノーリーがオーリーなんかないもん。ノーズ上げる、テール上げるで逆だから。ああ、そうか。ノーリーがオーリーすることないから絶対ない。絶対ない。平野歩夢とかに比べたら全然下手だから。俺は平野歩夢と比べたらみんな下手だからなんでお前プロベースなの。全然下手なんだよ。じゃあまあそこそこが楽しむってことでスノボ楽しんでいこうと思います、はい、じゃあもうね、着替えていきましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。寂しい。違う分かんない。そん時に崩したら誰でもいいから。IS IS。 うわ、ケニーだ。絶対ケニーだ俺今ケニーじゃない求めてるから。あ、そうなの。でまあちょっとここでね、最初ちょっと鳴らしで教えてもらおうかな。え、何今日こっからスタートするの行くのよ。え、もうやんの俺ちょっともう最初の段階からちょっとやりたいけどね。イロハからこうやって。違う、ね、こういうやつじゃないとりあえずリフト乗ろうよ。あ、もう乗っちゃう。早い。じゃあ先行っちゃう。そうそうそう、始まんないのよ。じゃあ俺はリフト行きます。はい。ですね。これ最初初心者コースだな、これ。そうだね、これ。女子供がやるところ。女子供初心者みたいじゃない。俺らも初心者だ。じゃあ最初にちょっと慣れで本当に。木の葉だっけ？あれがまあ基本的な動き。俺さ、スノボしたいって言ってたけどさ、別に一回できればいいよ、シーズンで。はい、だから今もう満足してる。気分を味わいたいってことだよ。そうそうそう。だから俺も結構もう帰っても大丈夫だから。マジで。そのままリフトで降りてっても別に。そうだね。欲しかったって。はいや。あ！いやもうさ、あんまりそんなわーとかなんないよ。そんな雪あんのに、それゲレンデマジック雪マジ無理なんすよ。そうだ。じゃあ寝てスノボ来るべきじゃなかった。ゲレンデマジックで本当にマジックショーしてやろうかな。ないんじゃない。マジシャンマリックとかセロとか呼んで。結構大規模なマジックショーしてやろう。なんか。いや普通にあれだな、あれ女の子と来たかったかもな。普通に。いやさっきと話違うよ。俺お前らと来てこれって楽しいけどな。好感度跳ね上がり男だね、ケニーは。あ、俺ケニーじゃない、別の人の可能性もあるからね。ちょっと一回確認して。まだ分かんない一応な。ケニー。あ、ケニーだった。先生じゃない。さっきのボケから学ぼうやこれはケニーじゃない状態。あ、てかここ怖いよね、ケニー。めっちゃ大事だよね。来んなよ、絶対来んなよ。
いや写真撮りたいな、ちょっと写真撮ろうぜ。じゃいい、いいよ、持ってきてね、ちゃんとここまで。うわ、なんか今さ、ちょっとそのあれじゃない、いいね、これ技で技札取り、あ、いいね、うまい、あ、怖い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 、ソータは？ソータは？あ、ソータあそこにいたわ。上がってこないですよ、ね。俺らが行くよ。俺らが行く、俺らが。全然進んでないよ、私。どうした？いや、お前のと待ってたわ。どこにいるんだろうと思って。あ、本当に？ごめんごめん。先俺らが行くから別にさ。ね、登って前向けんだっけ？前向いていいやつだよ。お前なら前向いちゃいけないわ。ずっとこれで降りた。いや、カメラマンとしては最高だけど。え、これさ、どうすればさ、何もっと楽しくなるの今ので。いや、まあ、その、極めていくしかないんじゃない。これ何今楽しいの。あー、まあ、そう、雪を滑ってるっていうのに楽しさがなかったら、もう、頭打ちかもな。え、これ次、技行った方が楽しいとかあんの。いけ、ノーリーオーリーしろ、ノーリーオーリー、ノーリーオーリークロスファイブ、来た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 、ビビ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 ビ、いや、ノーリーオーリーしてた。おっと、ナイスー、立ち上がれ立ち上がれ、すぐすぐ、そういいね、いいね、そうそうね、え、すご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 、何今の、ちょっと寝たいなと思って。あ、ちょっと疲れたなと思って。足めっちゃ疲れるな。足疲れる。あ、向いてないわ。そう、ゲレンデだから。うわナイスグラトリ。危な。来た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 。うわ。技っぽい。フィジカルオールドタイプだ。ほらできた。あ、うまそう。スノーマーメイド、スノーマーメイド。どうも、ダブルスノーマーメイド。売れなさそう。それ売れないわ。救急車呼んだ方がいいか。いいね、いいよ、すごいよ、大きい大きい、すごい大きい、いいね、危な危な危ないよ。ソータのさ、手袋ちょっと嫌な気持ちになるから持ってきます。めんどくさいわ。いくよ。珍しい。いや、登った分滑り落ちてるわ。めんどくさいわ。あの、さっきリフト乗ってたら指出しがあって、それあのよろずって呼ばれて。まあよろずは一人しかいないもんね。多分。俺のフルネームって一人しかいないから。じゃあ本名公開してないけど、よろずの下も結構な名前でしたね。僕漫画の主人公みたいな名前してるんですよ。さすがに一人しかいないってなって、何したの本当に。いや、わかんない。身分証が全くなくて、忘れ物かなと思ったけど全部持ってんの。身分証とか持ってきてないんですか。持ってきてない。だからケニーと乗ってリフト乗ったら、ケニーが呼ばれた時に、これよろずって呼ばれるんじゃないのと言って、いや俺呼ばれたら怖いだろうって言った瞬間によろずって。え？なんかしたんだよ。 俺あれ呼び出されるのマジで初めてだけど。え、しかもさ、忘れ物だったらさ、忘れ物が届いてますいいじゃん、伝えたいことがありますみたいな感じの、至急帰ってきてくださいみたいな。あれワンチャン俺思ったのが告白されるんじゃないかなって、好きですって。伝えたいことがありますみたいな。今さ、一番上まで来たのよ。こっから楽しいとこなのに下山します。行きましょうか。行きましょう行きましょうか。ヨロズの例呼ばれたんでロビーみたいなとこ来たんですけど、一応ね、そのカメラ映ってないんだけど2回呼び出されたんですよ。ちょっと口調強いから、ピリッてる気がするけど。そうです。ちょっとじゃあ、説教かわかんないけど、行って。マジで？あ、あれだから。あれなんだ。じゃあもう行っちゃうから。すいません、よろずなんですけど、呼び出されて、はい、すいません。はい。やっぱり？
掛けられます。はい。どうも、こちらの松ヶ谷の寮で、本来は4時間くらい。前と雪間城は2600円が1枚で、2万2600円なきゃいけないところですね。どうも、打ち水。ああ、そうなんですか。申し訳なかったです。めっちゃ得かと思った。そうですね。そうか。このままね、いいや。好き。あ、終わった。もう終わり。もう撮影ももう今日で終わり。大体このくらいで終わるから。風呂入って、夜麻雀してる。でちょうど今掴んできて、これ来年来たら忘れてます。忘れてんだよな。ああ、来なきゃよかった。2回目。ありました。すいません、僕が間違えてしまって。いやいや、申し訳ない。申し訳ない。いやいや、これ多分ごめんなさい。悪いことしてるわけじゃない。すいません。申し訳なかった。すいません。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、スノボ終わりました。お疲れ様です。結構ね、疲れて滑ったので言うと4時間ぐらいか。そうだね。俺的にはもうまだまだ行きたかったんだけど。ああ、まあ気持ちはわかる。もうちょっとこれ以上は仲悪くなりそうだなっていうのがあって、ちょっと近くのカフェみたいなお店行きたんですよ。ハンバーガーちょっとそれを食べつつ、まあ今日の総評じゃないですけど、それ食べますね。はい、あ、もう全然先に食べてください。なんかさ、そのマジでさ、カメラを忘れてさ、楽しいんだからさ、本当に撮れなくなるか心配だよね。そうなの。動画にこれ1本何のかっていうのは今分かんないから全然。最悪動画の尺がなさすぎてこの後ジャンソー行く可能性もあるし。尺のために、尺のために。俺がその編集でこう滑ってるところを何回も巻き戻したりとかして、こうてて盗撮についてっていうのさ、今日議題に上がってて、さっきね、その終わった後にフードコートみたいなところで松田さんとかね、ありがたいことに声をかけてくれて、まあ、撮影中だったのよ、あの写真撮れないと、そしたら、え、撮れないですか、いいじゃないですか、盗撮しますねっつって、遠くにちょっと離れてこうやって、ちょっと大丈夫。そしてその俺にね、向かってね、はいピース、はいピースしてって言ってきたの。まあ、だからちょっとどつきまそうかなと思った、はいはい、ただね、まあ、その視聴者の子だし俺たち応援してくれる子だから、どうするべきなんだろうと思って、やっぱやめてくれよなんじゃないの。分かる？分かるよって、俺らもその DNA を受け継ぐべきなんじゃない。いや、そしたらさ、誰かさ、いいよもういいよすいませんねってやつや。俺誰か、お前がフィジカルとか的にも俺が言いそうだし、俺がぶち切れそうだし。で、好感度上がるのはそのなだめた人、なだめた人。好感度下がるのはその怒った人。そうだよ。それ、やかり分断する俺らも。いやいや、だったら月で買えね。打ち入れる人ね、マジシフト制だから。そうで、本当はさ、いい対応したいやん俺らもね、できるだけね、撮影中だからできなかったりとかもあるから、まあキャラあっていいけどね、それぞれやっぱ。まあまあそうやな、それぞれのスタンスで。俺今までそのファン対応が悪いみたいなの YouTube のさ、わざわざコメントにまで書かれてるわけよ。弁明しといたらそれ、まあ弁明するか。嫌でした、すごく。あ、やめやめ。もっと弁明の仕方あった。弁明さっき言ってたよ。そのなんか動画の時は割と綺麗にしてんだけど、はいはい、僕は割とその眼鏡かけたりとか、ひげ剃ってないとか、左が整ってないから写真ちょっと撮れにくい。僕多分結構一番 YouTube 結構頑張ってるんですよ、そのスイッチで言うと、うん、スイッチがあるんですよ僕。見た目とかのね。そうそう、見た目とかテンションとかスイッチがちゃんとありまして、カメラ向けられたらこううわってこうなるんだけど、プライベートひどいでしょ。そうやな、見た目がね。編集するときとか絶対コンタクトつけたくないとか、ただ外出るだけの日にひげ剃りたくないとか結構ありまして。オンオフがあるの？いや俺はある。ないね、みんなあんま。それで今動画オンってことでしょ。あ、めっちゃ頑張って。にしてはハゲとんなお前。ハゲてるね、うん、絶対ハゲてる。絶対福岡新一やん今。福岡新一やん。あれ福岡新一って言うの。絶対お前やん。マジ、よろずは外出るときもさ、全くこれやん。起きた瞬間から寝る瞬間までずっと一緒なんだよ、うん、いろいろ抱えてました。俺ワックスつけないと本当に本物だし。本物だね。ワックスやん。何とは言わないよ。まあ先天の先天は本物っていう。まあ本物。本物本物。本物。カンマ入れるときこうやる。本物です僕。プライベートの時はなしにしよっか。俺は本当に。っていう風に今彼が言ってる。逆にだから他の3人は割とプライベートで、まあ写真撮ってると思うし、実際に。撮影中じゃなかったら。うん。撮ってるから。でも、まあ、あと俺は声かけられないね。なんかあんまり目立たないらしいですね。今日もさ、スノボでさ、俺だけね、それ別行動してカレーを売ってるレストランを探したの。カレー見つけて、お、やったと思ったら、そこに大学生がね、8人ぐらいいて、え、待って、アメコズいるよって。ああ、あれ YouTuber 知ってるって。生で見たい、生で見たいって、うん、声かけられるわと思ったら、俺目の前のように横素通りして8人消えてったから。
相当影ですよ。本当に落ち着かない。薄いのマジか。でもあのモットだわ、あの歩いてる時にこうやって歩くのよ、肩切ってこうやって歩くの。後に俺らが判明したのは、大腿四頭筋が太すぎて擦れないように歩くからガニ股になる。違う違う、股擦れとか起こさないよね。初も最初はちょっと格好つけてイキリでやってるのかなと思ったわけ。俺らもそのオーラとかのため太ももが太すぎてくっついちゃうから、そう歩くだけで擦れちゃうから、擦れちゃうからガニ股になる。開くために、そう、うまいこうやって歩くから柄悪く見える。でもそれはこいつは本当は小心者なんだけど、小心者そこまで言う必要ないと。そこは別でマジ目立つよ、あの歩き方。俺結構でもやっぱ蹴られやすいかもな。俺らで言ってもさ、真っ先に声かけるのは元だから、うん、でも明確な理由としてお前は怖いよ、やっぱ怖いな。怖くないでしょ。じゃあその怖いよ、見た目まずかイケメンで怖いのよ。で背でかくて不謹慎発言でしょ。怖いよ。怖いね、めっちゃ怖い。ケニーもやっぱもう喋れないから怖いんだよ。喋れないから怖い。で、ソータはニキビ映りそうだから俺に来る。まあ、怖いよ。ソータの怖いわ、感染症。感染症として怖いよ。めっちゃ怖いやん、俺一番。感染症の恐怖でなら俺に来る。コムドットとかがやってるあの部門別人気投票みたいなやつやりたいけど、意外にさ、こう俺たちが感じてるだけで実際違うパターン。まあ、逆にね。ある。一番愛想いいのとか意外とやっぱ元だなと思った。別に俺愛想悪い印象なかったけど、自分の中では。オフ全然喋んない。それは見えないし、別に全然喋んなくもないし。元がまあオフある気もするけど。俺はオフある。まあでもこのオフを見せるのはまず俺家族とここぐらいよ、別に。ああそう、うん。他では全くこんな感じじゃないよ。アメコスにいる時と家族にいる時は一緒なんです。俺ずっとこの点。外に出ると赤くなる。無理してんだ。無理してるとね。これはスタンダードなんだ俺。無理してたんだ、ごめんね、気づけなくて。なんか俺が素でやらせてもらってのお前らのこのおかげだなとは思うよ。お前ら無理して頑張ってるから。ただそのキャラが侵食されるみたいな、よろずがなんかそれに侵食されちゃうのもある。よろずはもう完全にない。いやもうね、小中高のよろずはいないです。本当にそういない、マジでいない。もっと可愛かったよね、昔は。いや昔はね、もっと本当に可愛げがある子だったんですよ、よろずくんっていうのは。今がないみたいに言うね。可愛いだ。昔はなんかもっとさ、周りを見れてたって思う。俺今周り見えてないの。いい意味でいい。どう考えても悪い意味でしか転換されない。いやただその本当にコラボ相手の YouTuber とかにそれ言っても絶対伝わるわけないのに言っちゃったりするから、マジでしらけるからね。本当にみたいな空気になるんじゃない。だから俺も逆にそうなのよ、その動画で企画説明とか喋る数が多いからこそ、プライベートであんま喋りたくないなと思うのはちょっと。そのなんか1日に喋れるワード数が決まってるあるんだろうな。2000ワードで決まってる。なんかまあ何の話だっけ、パタヤの話か、考察とか、考察ね、考察、うん、なんか、いい対応できるだけします。撮影中以外だったら、なるべくいい対応します。ただソータはあのプライベートひと時があるんで、そこだけ気をつけてください、ハズレを聞かないように。撮影中だったら逆に僕いいです。逆にだから俺らが撮影中だからごめんねって言ってるんですけど、ソータだけは僕行けます俺はいいよって。そこで出ていく。それはやめてほしいけど、タイミングあるからね、人間にも。タイミングあるんで、そこだけ。ただあの本当にファンのことを悪く思ってるわけじゃなくて、本当にいい意味ですね。 TPO たまにあるよね、ここでここ話しかけるみたいなのもあるし、あ、サウナとかあるよね。そう、サウナのもそうだし、あるあるある。あとあれ、女の子セックスしてる人とか言わないんだ。なんで入ってくるの。あ、セックスしてた時にガチャ、アムグジョーさんですよね。誰なのそいつは。なんで入ってこれ。面白そいつ。どこに入ってこれてるの。タイムキーパーになっちゃう。タイムキーパーってなんですか。だからまあ別に自由な時間やっていいと思うし、好きなだけやってあげてよ。それは童貞な俺が言うのもあれだけど、じゃあそろそろ次前期からあの本番来いへとかはないよ。あ、ちょっと喋りすぎちゃった。喋りすぎちゃった。やばい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 。プライベートもう残ってない。あと2ヶ月間黙っちゃう。じゃあまあちょっとね、あのここから湯沢を楽しんで、うん、あの温泉入ってね、温泉入って思います。ごちそうさまでした。うわっ、ありがとうございました。お疲れ。もうさすがに眠いんちゃう。完全に成長だよね。成長だよ。マジで無理だね。まあ、こういう動画もやっぱね、俺大事だなと思って。たまにこれ入れることで、そのアメコズがただ大学生なんだよとか、普通の人間なんだなっていうのを確認していく作業。そうだな。気持ち悪いのいいことだよ。ラッパ飲み気持ちいいようにましたね。飲み方キモ。何か飲み方いいな。気持ち悪い。飲み方ぐらいいいだろ。いや、そう、疲れた時にこっちを傾けるのは能力。まあまあ、こっちを傾ける。へそそうじゃなくて、そんなか珍しくないやん。おい、そこまで初めてラベルのとこまで行った人。
面白い人いないから距離あるからさ労力が使わないためにギリギリまで食堂に近づけてあげる。そういうこと。長い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 何で思うのなんだよ。長いじゃあちょっとねこの後なのか分かんないですけどとりあえずそれではつけてもねねー